今日は重りは何にもつけてないです。足にも背中も、シャドウがよくわかんねえや、よくわかんないところの 2.5、 すごいゆっくりペース、とにかく1時間半動き続けることを目標にしてます。今日はとりあえず動き続けることを目標に、何の重りもなし、今日は10キロ15キロも背負ってないし、足もなし、面白い、なんか笑いが出てきますね。今心拍126、あ、これ重りないのいいな、これポーター使おうかな。68、心拍130、 1.5 伸びます。手足がしびれてどうしようもない。70、意識さえあればいけるかも。あと手が速攻待たないと無理だろうから。もう頭がめっちゃ high、麻薬かな、麻薬やった時と同じ感じかね。麻薬はやったことないんでね。あと歩みを止めるともう進まないっすね、これ。66、一回止まったらもう進めないなこれ。これで10時間歩けりゃいいんだけど、これだったら歩けるのかも。あー、手足がしびれる。あ、なんかもう笑いが止まんなくなって。危ないっすね。でも今日は70、これもしかしてポーター雇ってだったら休まなかったらいけるかもね。一回止まるとやばいっす。酸欠って範囲になるのかもしんないこれ。これやばいな。本当にもしかしてポーター雇って荷物なしで止まったら無理だね。145、ファーストロード63、これならいけんな。重り持つとダメかもな。今度やってみるか、重り持って。今日は酒も飲んでないし。前もエルブルースの山頂はこのぐらいの声を出して登ってました。やべ、一度止まったらもう動けない。ただしこの感じが24時間続くんであれば7000でもいけるかもな。ただそれには何かしらの力を借りないと。一度止まったら無理だなこれ。
76、うわー、手足がしびれる。エルブレスをずっとこうやって登ってたんですよ。やべ、ちょっと気抜くと50になる。
昨日4は無理だった。46、67、155だよ。やばい、キロ3だな。今週1まで戻った。151か。ちょっと休むと戻る。160。戻れねえ。ごめん。やべえこれ。体中がしびれる。やべえ。51か。苦しい。酸素がない。苦しい。苦しい。酸素がない。酸素が足りない。酸素が足りない。酸素が45。やべ、気失う。気失う。頭が痛い。気失う。くそ、吸収するかこれ。電源落ちてるし、頭が痛い。やべえこれ、18なわけないな。やべえこれ、やべえ本気でやばい。40。ああ耳鳴りがする。45だ。やべ、もう倒れる一歩手前。これがないと無理だな。50か。あと4。やべえ、気を失いそう。やべえ、これ本当にやばい。あと2分ぐらい。やべえこれ、51か。これ一人で歩けねえぞこれ。しびれる。ああ頭が痛い。
やべ、45。あー、頭で。やべこれ。戻んねこれ。休んだら戻った。 3.3。 経ったの。47。やべ、倒れるこれ。やべ、本気で倒れる。やべ、本気で倒れる。頭が痛い。鉄を見てなのこれ。アキラの鉄を見て。酸素が足りない。体中がしびれる。めっちゃいい気持ち。酸素が行き渡ってる感じがしてめっちゃいい気分今。頭痛い。92。しびれる。全身がしびれる。鉄道みたいだな。一気に酸素が入ったから頭痛い。